新型ゴルフ8購入しました。納車される一足先にですね、新型ゴルフ8 ETSI スタイル見てきましたので、内外装お届けしたいと思います。はい、どうも、車カウチューバーワンソクチューブです。2021年6月15日にフルモデルチェンジした新型ゴルフ8、こちら私購入して納車待ちなんですけれども、私が購入したのは R ラインという上位グレードですが、一足先にですね、展示車として入っていた ETSI スタイルという中間グレード、そしてアクティブというベースグレード、こちらをね、ちょっと見てきましたので、内外装レポートしてみたいと思います。取材に協力していただいたのは、私も購入している、フォルクスワーゲン戸田公園店さんですね。ありがとうございます。そして見てきた車両は、ETSI のスタイルというね、中間グレード 1.5 リッター4気筒ターボに、マイルドハイブリッドが付いているものになります。車両本体価格は370万5000円となっています。すでにね、私が購入した R ライン含めいろんなグレードで見積もり取ってきていますので、それはね、下の詳細欄にブログリンク貼っておきますので、込み込み価格がいくらになったか気になる方はチェックしていただければと思います。それではね、フルモデルチェンジしたゴルフ8のエクステリア見ていきたいと思いますけれども、先代よりもね、シャープに生まれ変わったこのフロントフェイス、かなりかっこいいですよね。先日ティグアンのマイナーチェンジも見てきましたが、このね、ヘッドライトの形状に変わってますよね。そしてこちらはですね、 IQ ライトという LED ヘッドライトになっています。で、アダプティブハイビームというね、先行車と対向車の部分だけ遮光してくれるハイテクなハイビームもこちらには含まれています。そしてね、流れるタイプのダイナミックターンインディケーターというウィンカーになっていますね。そして今回ね、スタイルという中間グレード以上ではですね、左右のヘッドライトをつなぐ、ボンネットフードの下のところですね、ここも光るようになっていると。これはね、新しいですね。リアコンビネーションランプがつながるデザインっていうのは昨今流行ってますけど、フロントヘッドライトがつながるデザインって、ね、まだ珍しいですよね。こんな感じでね、下のところ光ってるのはわかるでしょうか。このライン上に光るのはロービーム点灯時なんですけれども、デイライトはね、普通にヘッドライトの部分が光るようになっています。そしてナンバープレートがあって、その下はね、グリルになっています。ロアグリルになっていて、でですね、サイドのところにあるですね、こちらバンパーサイドのところはですね、ボディ同色に2本あって、一番下の部分がメッキのラインになってますけれども、これはね、スタイル以上になりますね。アクティブだと3本すべてボディ同色になります。 R ラインだとね、またデザインが変わってきます。続いて新型ゴルフ8のボディサイズなんですけれども、全長4295、全幅1790、全高1475と、先代からですね、全長は30ミリほど伸びていますが、全幅は逆に10ミリほどね、狭くなっています。ボディはね、大きくなる一方ですけれども、全幅がね、狭いのはありがたいですね。そして極太の C ピラーもゴルフ伝統となっていますが健在ですね。そしてフロント寄っていきますけれども、スタイルにはですね、17インチのタイヤ&アルミホイル標準装備となっています。このデザインもね、なかなかシンプルでかっこいいですね。で、履いていたタイヤはですね、ブリヂストンのトランザになっています。そしてですね、隣に置いてあるアクティブとちょっと比べてみますけれども、アクティブではですね、16インチのタイヤ&ホイールになっています。これもね、別にシンプルでいいですね。いや、実はベースグレードのアクティブ結構気になってます。で、続いてこのホイールハウスの中見てみましたけれども、ここ特にね、フェルトとかは貼られているような感じにはなってなかったですね。そしてここ穴がね、風が抜けるようになっていましたが、逆に、バンパーの方を見てみますが、エアが抜けるような穴はちょっと見当たらなかったですね。そしてフェンダーのところにはね、スタイルというね、グレードのプレートがついてますが、アクティブにはついていません。そして B ピラーはピアノブラックになっていて、フォルクスワーゲンというね、ロゴ入りになっています。で、ウィンドウのね、カタンの部分にメッキのラインが入っているのもね、ちょっと質感上がって見えますよね。そしてね、ホワイトのボディでも見えるね、このキャラクターライン、プレスラインの鋭角さ、さすがね、フォルクスワーゲングループだと思います。そしてリアコンビネーションランプにも IQ ライトというね、ロゴが入っています。で、リアコンビネーションランプもですね、このように流れるウィンカーになっていると、ダイナミックターンインディケーターになっています。これがね、リアの IQ ライトということなんだと思います。確かね、オープニングアクションみたいなのがリアコンビネーションランプあったと思うんですけれども、納車されたらね、いろいろ試してみたいと思います。そしてリア正面から見るとこんな感じ、もうどっから見てもゴルフという感じのデザインになってますよね。リアの印象はね、先代とあんまり変わってないですね。そして、バンパーの方、下の方見てみますけれども、これね、メッキで囲ってありますけれども、マフラー状のようなデザインになっていて、マフラーをね、意識してるんだと思いますけども、これもあくまでもデザインですね。ダミーとかももはや言えなくなってきてると思います。そしてここなんか穴が開いてますけれども、これ何なんですかね。これティグアンとかにもありましたね、引っ掛けるようなんでしょうか。で、本物のマフラーはですね、左側に下向いてついていると、もう様式美みたいな感じになってますね、ダミーマフラーみたいなのは。そしてシャークフィンアンテナは
ボディがねどの色でも黒になるということで、白だとねちょっとなんか違和感ありますね。私はね黒の R ラインを購入したので、このシャークフィンも気にならないとは思います。はい、続いて内装を見ていきましょう。ちょっとね驚きだったのが、なんと鍵穴が見えるデザインに変わってます。 7.5 とか7だとね鍵穴隠されるデザインだったんですけれども、これはね解約ポイントじゃないかなと、ちょっと残念ですね。でドアを開けるとこんな感じですね。ドアトリムはあんまりゴルフ 7.5 とか7からあんまり変わった感じはしませんけれども、質感はね、もう質実剛健という感じでね、シンプルですね。でシートもですね、こちらマイクロフリースとファブリックのコンビネーションシートになっていて、どのグレードでもレーザーシートの設定はありません。でねインパネとかはね先進感がありますね。細かく見ていきましょう。ドアトリム上部はもちろんソフトパッドになっています。そしてね中央部分はなんかねヘアラインのアルミのような、オーナメントが貼ってありますけど、これ多分フィルムだと思います。でサテンメッキのインナードアハンドルになっていて、ロックボタンがついていますね。ここはおそらくバックライトで光るのかな。で中央部分はファブリック、非常機もファブリックになっています。でグリップがあって、で下部はさすがにハードプラですね。でもドアポケットのところにはねフェルトのようなファブリックが貼られていて、ここはアウディよりもいいと思う部分。そしてウィンドウスイッチはメッキの加色がしてあると。でヒンジはもちろん鋳造製となっています。続いてねシートの方を見ていきますけれども、こちらね中間グレードスタイルではですねマイクロフリースとファブリックのコンビネーションシートになっています。スポーツコンフォートシートという感じになっていますね。ただ残念なのがですね、どのグレードでもパワーシートの設定はないと。私が買ったジョイグレード R ラインにもパワーシートの設定がないと。ランバーサポートも手動調整式ですね。これはね超絶残念なポイント。そろそろゴルフぐらいの資格だったらパワーシート用意してほしいですね、オプションでいいんで。でアクセルペダルは吊り下げ式という形になっています。それでは乗り込んでみましょう。よっこらセウイチと。でドア閉めた音もねさすがにゾンっていうね、めちゃくちゃね、ボディ剛性高そうな音がします。でゴルフ8のインテリア前景はこんな感じですね。いやシンプルで、先進的な、インテリアに生まれ変わったと思います。水平基調でねかなりね広々とした、視界の印象がありますね。細かく見ていきましょう。でまずはねこちらダッシュボードについているナビ画面なんですけれども、電飾が消えてるんで、パワーをオンしてみましょう。ここにねスタートスイッチありますね。これもね整理されたデザインになりました。でエンジン始動しますけれども 1.5 リッター直四プラスマイルドハイブリッド起動しましたが、めっちゃ静かですね。これはね、試乗できるようになったら細かくインプレッションしたいと思います。ではねまずこの、10インチの、ディスカバープロというね、ナビ画面なんですけれども、枠がねベゼルが斜めにカットされるなどちょっとおしゃれな感じはしますね。そしてねここ、物理スイッチがですね静電スイッチになっています。なのでタッチに対応しているのとねスライドの操作なんかも対応していますね。なので音量とかね、こういうのは、オーディオの音量とかはスライドでも操作することができるということで、物理スイッチの方がいいかなと思う部分もあるんですけれども、これはね場所がちゃんと役割が分けられているので、そんなにね、ブラインドタッチもしにくくないと思いました。でナビ画面、ナビなんですけれども、新しくなったディスカバープロなんで世代が新しくなってるんで、もうめちゃくちゃニュルンニュルンシュインシュインってね 3D の描画もめちゃくちゃ早いですよね。この辺の描画の速さはねいいんじゃないかと思いました。そして、まだ使い慣れないんで、どんな感じになってるのかね納車されてから使ってみたいと思いますが、フォルクスワーゲンオーナーさんだったらわかると思いますが、ディスカバープロはですねランドマーク検索が苦手でですね、駅名とかで検索しても出てこないというねポンチ仕様だったんで、結構ねアップルのカープレイとかで使ってる人多かったと思うんですけれども、今回ディスカバープロもバージョンアップされまして、ちゃんとね駅名で検索しても候補とか出てくるようになりました。パチ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 、非常にね当たり前のことなんですけれども、何でもないようなことが幸せだったと思うというオーナーさんも多いんじゃないでしょうか。はい、ちゃんとね目的地設定できました。いや当たり前のことだけど、これは嬉しい進歩ですね。でちょっとねまだ使い方がよく分かってないんで、拡大縮小とかもこれでやるのかな、なんかちょっと全然使い方が分かんないんで、納車されたらね詳しくいじり倒してみたいと思います。そしてですね今これ手をかざしましたけれども、これ実は、モーションコントロール、ジェスチャーコントロールに対応していて、手をかざすとメニューがねショートカットとかが出てくるようになっていると。これはね先代から、踏襲されてますね。そしてシートヒーターはなんと標準装備となっています。これはいいですね。仙台ゴルフ7とかではですねハイラインでもねシートヒーターつけられませんでしたからね。そしてその下はですねハザードランプがここにあって、その周りはですねショートカットのボタンがいろいろと配置されています。
まあ、エアコンのね呼び出しであったり、あとね、安全装備の呼び出しであったり、あとね駐車支援の呼び出しであったり、ドライブモードセレクトの呼び出しであったりというのがいろいろね、ここで呼び出せるようになってますが、この辺もねちょっと納車されてからいじり倒してみたいと思いますが、こちらにドライブモードセレクトありますけれども、今回のゴルフ8ではですね DCC パッケージは初期モデルには用意されていないので、カスタムでね調整できるとはいえですね、ステアリングの重さであるとかアクセルの回路に対する出力であるとかエアコンであるとかそういったところだけですね、足回りとかの調整はできない模様です。でこれ戻るがねどこにあるのかちょっとよく分かんなかったんですけれども、このバツボタンで戻るみたいですね。これちょっとね慣れないと分かりづらいですね。他にもあるのかもしれませんけど、納車されたら試してみたいと思います。そしてエアコンのルーバーはこの下の位置についてますね。ただねこのラインで統一されていてですね、見た目もすっきりしているデザインはいいんじゃないでしょうか。そしてその下にはね USB Type-C の F 2口とワイヤレス充電、これが標準装備になっていると志高いですね。でニーパッドなどはなくハードプラ、この辺もねハードプラむき出しですけれども、まあ、指紋がねつきやすいよりはいいかなと。でスタートスイッチがここにあって、そして今回からね新しくなったシフトスイッチのようなレバーになりましたね。で下に2回引くと D に入ると。でですね、そのね、シフトインジケーターはですねこちら、デジタルコックピットプロの部分にもですね、今何に入っているのかっていうのが分かるようになっています。で R に入れるとバックモニターはつきますが360度モニターは用意がないですね。で P は、ボタン式になっています。でその後方はね電動パーキングブレーキとオートホールドのスイッチ、こちらオートホールドは1回押しておけばメモリされるのはいいですね。そして謎のトレイと、その後方にはですねこのようにカップホルダーむき出し式になりました。シャッター廃止されちゃいましたね。ここの見た目はちょっと微妙かな。でなぜかね片方だけが、レバーがね出てくる、押さえが出てくる、ドリンクホルダーになっていて、12V のシガーソケットがあって、で、可動式、スライドで調整できるのと高さも調整できるアームレスト、これはね、伝統となっていますけれども、これはねいいんですよね。肘置き性は非常にいいです。ただですね肘を置くにしてもですねシフトレバーがなくなったんでちょっと手持ち無沙汰な感はありますね。これシフトレバーあってもよかったかなともちょっと思うところ。そしてね、センターコンソールの中はですね、特にソケットとかはなく、物入れですね。そして今回から新しくなった鍵なんですけれども、これめちゃくちゃ質感良くなりましたね。ピアノブラックになってる。でスイッチのところもねボタンとかがあるわけじゃなくてねこうフラットデザインになってると、これはねアウディの鍵よりいいんじゃないかなと。先日見てきた A3 の鍵より立派ですね。そして、助手席の方を見ていきますが、ダッシュボードはもちろんソフトパッドになっています。でねここヘアライン加工された金属のようなフィルムが貼られていますが、ここもね質感悪くないですね。でグローブボックスは肝押し上げなどはされていなくて ETC2.0 は全車標準装備となっていると、これもいいですね。ここはね肝押し上げはされていません。 A3 ではね肝押し上げされていましたね。続いてステアリングホイールですが、レザーマルチファンクションステアリングということで、なんとステアリングヒーター付きですね。これも、ハイラインにもね先代はなかったですね。そしてヘッドアップディスプレイはテクノロジーパッケージに含まれています。これもね、いいですね。 A3 にはねヘッドアップディスプレイの設定ありませんでしたからね。そしてパドルももちろん装備されています。でウィンカーはこんな感じですね。ここは特に変わってないですね。で R ラインだとおそらくスイッチがですね静電の、バックライトの液晶で光るものになると思います。この辺のね、グレード感の違いなどはねまた納車されたらレポートしたいと思います。でスイッチがねかなりいろいろついていますが、ステアリングヒーターのスイッチがねここについていると、これはねゴルフ7のハイラインでもついてなかったのでめちゃくちゃ嬉しいポイントですね。そしてデジタルメーターのねデジタルコックピットプロ、これ全グレードで標準装備ということで、まあ、バーチャルコックピットみたいなものですけれども結構使い勝手は異なりますね。表示できる情報もですねいろいろカスタマイズが可能です。まあ右側左側それぞれ表示できる情報を任意で選ぶこともできますし、地図のね全画面表示ももちろんできます。さらにその地図のですね任意の拡大縮小もできるという面ではですね他のメーカー、例えば、ジャガーランドローバーであったりボルボなんかの、デジタルメーターよりも、進んでいる部分、カスタマーできる項目が多いなと思う部分ではあります。このようにね運転支援のモードにもできるし、速度のね、シンプルな表示、そして2眼のアナログメーターの中央のマルチファンクションディスプレイにすることもできますが、先代のゴルフでできた、2眼の中央に地図を表示するというモードがちょっと今回は見つけられなかったので、できるかどうかっていうのはねまたちょっと納車されたりとか試乗の時に試してみたいと思いますが、このねオーソドックスな2眼の中央に何を表示するかとかはね任意で選べるみたいですね。あとまあ真ん中のマルチインフォメーションディスプレイの情報も、任意で選べると。
ということで、まあ、カスタムできる幅はかなり広いかなという印象ですね。まあ、このようにね、地図の全画面表示とちょっとした情報をね、左右に表示できるモードとかも用意されています。おそらく他にもね、いろいろカスタムできたりとか、メーターのデザインとかも変えられるんじゃないかなと思いますけれども、それはね、また後ほど、納車されたらいじ倒してみたいと思います。そして、ステアリングの右側にはですね、このライトのスイッチ、こちらも、静電式の、タッチのボタンになっているということで、この辺もね、ハイテク感ありますよね。でね、シンプルに見えるというのもいいですね。で、リアフォグとかね、オールウェザーライトとか、いろいろ、こう選ぶことはできます。ここにね、デフロスターのスイッチなんかもありますね。そして、その下にエアコンのルーバーがありますけど、かなり薄型、先進的ですね。そしてここ、収納がね、ないですね。A3 とかではここにも収納あったんですけどね。で、オーバーヘッドコンソール、ミラーはフレームレスとまではいかなくて、まあ、オーソドックスな感じですね。で、静電式のルームランプはもちろん LED となっています。ただですね、こちらの新型ゴルフもですね、SOS コールなどのスイッチはオーバーヘッドコンソールにはついてませんね。ここは何にも押せないです。これもしかしたら海外にはあるのかもしれないですが、一応 SOS コール相当のものはあるんですけれども、スマホをね、接続したり Wi-Fi 接続したりしないと使えないということです。で、バニティミラーには LED 照明付きと、この辺はいいですね。続いて後席を見ていきましょう。後席で施錠解除はできないですね。で、ドアを開けるとこんな感じですね。ここの質感はまああんまりですね。ここもハードプラで、中央にもオーナメントはなく、肘置きとトリム中央はファブリックになってますけども、まあプラスチックな印象ですね。で、窓開きチェックは、まあ、9割型開くという感じですね。で、オート開閉にも対応しています。で、ドアポケットにはね、フェルトのような、ファブリックが貼られているのはね、全席同様で、ヒンジも、鋳造製となっています。続いてシートなんですけれども、後席のリクライニング機構はなしですね。で、ヘッドレストは、調整式となっています。で、こちらもね、マイクロフリースとファブリックのコンビネーションになっています。これね、ヘッドレスト調整式の方がいいですよね。後方視界のね、妨げになりませんからね。では乗り込んでみましょう。ドア閉めた音、はい、後席もね、いい音しますね。そして身長173センチの私のドラポジに合わせて、後席膝前には拳2つ分ぐらいと、まあさすがね、ベンチマークという感じで標準的ですね。で、今回はね、シートバックポケットが上部にもついて、スマホとかがね、置けるようになっているのが運転席、助手席についている。これはいいですね。さらにですね、なんとトリプルゾーンのフロートエアコン完備と、これ標準装備ですからね、ベースグレードにもついちゃってると。さらに、後席のね、 USB 2口ついています。これはね、素晴らしいですね。後席の充電環境も完璧ですね。そして、リアにもアームレストついています。ドリンクホルダー付きですね。ショート缶も置けちゃう。そして、ここがね、トランクスルーできるようになっていて、倒すとこのように、ラゲージとつながるという形ですね。なので、長尺物積んでも4人乗車できるというのは、これはいいですね。スキーとかね、あとカーペットとか積むときにも便利です。そして、ルームランプは後席も LED となっていて、ヘッドクリアランスもね、さすが十分確保されていますね。続いてラゲッジスペース見てみましょう。もうフォルクスワーゲンではね、伝統となっていますけれども、ここのね、フォルクスワーゲンロゴの部分が、バックカメラの格納と、オープナーになっていると。これはね、機能性も完備されてていいですよね。で、トノカバーはもちろんついています。ラゲッジ容量は先代とほぼ変わらず380リッターですね。最大で1237リッターまで後席倒すと拡大することができます。で、ラゲッジランプもちゃんと LED と、貧乏臭くないのはいいですね。で、ラゲッジアンダーを開けてみると、テンパータイヤですね。パンク修理キットじゃないんですね。これもしかしたら選べるのかもしれないです。そしてね、ラゲッジボードはここね、爪で引っ掛けておけるのはいいですね。でね、ちゃんとこういうね、ラゲッジアンダーもカバーがされていると。アウディ A3 鉄板むき出しでしたけど、ゴルフの方がね、ちゃんとカバーされているというのはね、ここもちょっとヒエラルキーって何なんだろうと思わせる部分ですね。で、ラゲッジボードは高さを2段で調整できる形になっています。まあ7センチぐらいとかですかね、高さを拡大することはできます。そしてですね、このように頑張って手を伸ばせばですね、ラゲッジ側からも、まあ、C セグメントぐらいだったら後席倒すことはできますね。で、後席を倒すと、ラゲッジボードをですね、上にしておけばですね、スライチの、フラットなラゲッジになると。で、最大、1237リッターまで拡大できると。ちょっとね、後席が斜面になりますけれども、まあほぼつらい位置でフラットになっているので、使い勝手はいいですね。
といった感じで、新型ゴルフ8 ETSI スタイルという中間グレードを見てみましたけれども、いかがだったでしょうか。個人的な感想としてはですね、まあゴルフはゴルフという形で、この C セグメントのベンチマークと長年言われてきましたけれども、内装の質感に関してはですね、もはやねベンチマークというほどでもないかなと思わせる部分も結構ありますね。マツダ3の方が一部逆転しちゃってる部分ありますよね。まあ、運転席側だけとはいえですね、パワーシートついてますし、 XV とかねインプレッサもね運転席助手席パワーシートついていたりとかする部分もあります。さらにね内装の質感、このクラスとしてはねゴルフってすごいよねって毎回言ってたんですけれども、ドアトリムとか見るともはや最近ではいやいやプラスチックかなって思っちゃう部分もあります。ただですね、インフォテインメントシステムはさすがねフォルクスワーゲングループということで、新しくなったデジタルコックピットプロというねデジタル液晶メーターも解像度も高くね地図も表示できたりと、この辺のハイテクさ加減っていうのはゴルフ 7.5 から変わらない部分でもありますけれども、地図とかのねディスカバープロがアップデートされていたりと、使い勝手はね非常に向上していますし、描画も早いというのはいいですね。そしてね商品力を高めてきているなと思う部分ではですね、仙台ではですねハイラインでもついていなかったシートヒーターが標準装備になっていると、さらにステアリングヒーターまでついたと、でヘッドアップディスプレイもついてるということで、本当ねこの辺の機能はですね一部アウディ A3 よりいいじゃんって思う部分もあったりとかで、装備の充実加減はまあさすが新型というところですね。特にねトリプルゾーンのエアコンがベースグレードのアクティブにも標準装備になってるっていうところは驚きましたね。さらにアクティブというね1リッターの3気筒のベースグレードでもヘッドアップディスプレイもテクノロジーパッケージをつければつけられるということで、ほぼねその1リッターのアクティブでもいいじゃんと思う部分結構ありました。16インチアルミホイールでもね全然デザインも十分だなと思いましたしね。で私が購入したのはね R ラインという上位グレードになりますけれども、まあ、こちらね納車は7月を予定していますので、納車されたらねレポートの方もお楽しみにという感じで、チャンネル登録してぜひお待ちください。まあ、どうしてねゴルフ 7.5 とゴルフ8を買ったのかとかね、その辺もまたレビューしたいと思いますので、いいねと思ったらいいねボタンを押していただけるとモチベーションになります。車でも何でもね欲しいと思った時が買い時ですからね、車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワントクチューブ、次回もお楽しみに。